ドジャースの大谷翔平投手は13日、日本時間14日からメッツとのリーグ優勝決定シリーズに臨む。地区シリーズでは第一戦で本塁打を放ったものの、5試合で打率は200に終わった。米スポーツ専門メディア、ジアスレチック、のアンディ・マッカラ記者は、メッツが大家を無力化することができるか。と記事の中で分析した。 マミコ夫人が、めっちゃ変わった、金栄、2ファン興奮、素敵やわ。大谷は第一戦でプレーオフ初アーチとなるスリーランを放ったが、以降は4試合でアンダは2本。中でもダルビッシュ有投手とは2試合で対戦し、6打数無アンダ救援左腕のタナースコット投手の前にも4打数4三振に倒れた。同記者は、MLB のあるスカウトが、 速球を内角高めに投げると大谷を抑えられると評価している。これは大谷がまだ克服できていない穴だと話していると説明。90マイル後半のボールを投じるスコットのような左腕に苦戦した理由を挙げた。パドレス戦では苦戦したものの、同記者はメッツに大谷を抑える投手がいるかという点が問題だと指摘。 メッツには90マイル後半のボールを投じるスコットのような球援の左腕はおらず、ダルビッシュのように超多彩な変化球を持つ投手も少ない。ショーン・マナイアでさえ6球種、ホセ・キンタナも5球種しか投げることができない、と説明。メッツの、王や封じ、の実現についてはネガティブな見解を示した。